안녕하세요안녕하세요니하오니하오차방차방사디카사디카사마트마랑사마트랑사마트마랑사마트랑みなさんこんばんは。おお、すごい。虹がかかってる。すごい。やば、なにこれ。ありがとう。ありがとうございます。嬉しい。今日はドボン配信します。今日はみゆちゃんと一緒です。はい、どうも。お邪魔してます。おーすごい、私が呼びました。そう、来て来てって言われました結構でも頻繁に会ってるからね。そうだね、会ってるからね。みゆちゃんはドボンするらしいので、皆さんももしよければいやいや、ゆうなとぜひ話してくださいな、うん、はい、じゃあドボンしますね。はい、ドボン配信します。頑張れ、頑張れ。タイムリーズタイミングで合わせますね。うん、パキッつったけど、パキッてたけど今日はももちゃんとめぐさんが出てる舞台に、うん、を見てきました。あ、そう、見てきました。面白かった。ありがとう、短かった電波悪いですか嘘嘘電波悪い嘘19分10分から始めますね、皆さん。はい19分10秒ってこと19分10秒から始めます。すごい、なんか虹がいっぱい。ありがとう、虹、ね、何この虹、すごい、ありがとう。そう、顔がね、すごい、うん、顔がもうね消えちゃうんだよね。すごい、何これ流行り今のすごい、わかんない。 めっちゃ虹ありがとう、ね、いっぱいくれる。かわいい、かわいい、すごいね、見て見て大丈夫これ、やばい、髪の毛みたいになってるよ、ね、すごい、いっぱい投げてくれるじゃん、止まんないね、みんな。本当、私もいっぱい投げてくれ、ね、ありがとうございます。よし、お、10秒前になるわ、頑張れ。うん、19分10秒ね、皆さん、うん、5秒前で5、4、3、2、1、スタート。えい真面目に来ましたってどうもよろしくお願いします。あ、当たってる、当たってる、すごい、やった、当たった当たった。ドボン最近やってないな。ドボンね、うん、やらないと。ユナファンの方はあれやろうよとか言わない？言う、うん、週一でやろうってうちが言うけど、うん、月一くらいな気づいたら月一でも私と同じレベルの気がする、ね、なんか申し訳ない。そう、申し訳ない。でも やるときめっちゃやっちゃうんだよね。そうそうそう、1時間以上やっちゃう。すごい波がある、うん、そう、次みんな当たりましょうね。そう、ユーナが今、あ、ウィズユーナって書いてた方がいい、書いとく、テロップ書いとくね、テロップ書いとこ。あ、くるくるしてる、くるくるしてる、もうドボンしながら文字書くとか間違えそう、うん、また近いうちにね。そう、今携帯しか持ってないからドボンができなくて、ね、うん、舞台はね、良かった。なんかめっちゃ泣いちゃった。うん、泣いた、うん、なんか話も良かったし、なんか大西がすごい頑張ってて、なんか私的に存在がすごい遠く感じて、うん、なんか感動、なんか感動しちゃったなんか、うん、みゆちゃんのお家は2回目くらいかな、うん、多分その久しぶりに来ました。うん、だから家具とかも増えててびっくりした。そう、増えてた。このソファーはね、初見さん、うん、初見らしいです。そうだね。よし、次は22分10秒22分10秒ね。はいはい私、大西の歌で泣いたね。え、歌めっちゃうまかったね。うまかった。
多分ね千秋楽やってないから、うん、そう内容言えないけど大西のね歌が切なくて、うん、めっちゃ良かった。てかなんか演技もすごかったね、うん、よかった。言えないんだけどまだ。そうそうなんだよ、迫力あった。あった。なんかみんなすごい感情持ってて、ね、うん、一人一人は、うん、今年はあと2本舞台出るって今のところすごいね。やば。3、2、1。なんか話的にはすごい難しかったけど、うん、考えやすかったかな、感情入りやすかったかもしれない、うん、なんかあ分かるってなるところが結構あった、うんうん、そう3本だって今年まだすごいね。舞台3本もすごいよね。すごくない？すごい、すごいと思う。そんなもうずっと1年中舞台何かしら出てる形じゃない？うん、確かにずっと舞台出てる、ね、月1でも。だってだって今10月でしょ、うん、だってあと3ヶ月しかないのに、うん、だってもう大西に合わなすぎて会った時ちょっとドキドキする。分かる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 。全然会ってないよね。全然会ってないから、うん、大西がいる現場だと、うん、なんか大西めっちゃ久しぶりってなる、ね、緊張しちゃうもん。そう緊張しちゃう、うん、というのをお隣で配信してます。どうも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 。マリアちゃんの舞台も行きたい。行きたい。マリアちゃんみんな行きたい。みんなの行きたいよね。ね、行きたい。最近ミュージカル多くない？多いね。次24分10秒から。そう、ミッサも出るしアンサンブルで。そうだよね、うん。あ、ユナのテツさんも見に行くからね。あ、待ってる、うん、そう、ミユがずっと言ってくれてるからね、うん、テツさん見に来てくれるって頑張る。だからテツさん、うん、テツさん今日手冷たいねって。そう、なんかミユが急にさ、今日手、今手冷たくないみたいなってさ、うん、え、テツってみたいなテツって何って急に舞台と思って。そう、そう、舞台の、まあそれくらい考えてるんだよね、うん、きっと。そう考えて、テツって言われて。そう、4、3、2、1、えい。多い時には台本5本が5冊抱えてた。やば、私1冊でも多いって思っちゃうのダメだな。ダメだな。ダメだな。まだまだ上がいるわ。うん、すごいや、うん。すごいよマジで。あ、どうも。夜ご飯は食べた。夜ご飯。うん、1食目だけど2人とも1食目だけど、うん、時間的には夜、夕方おやつぐらいの時間食べちゃった美味しかったでも、うん、さっき美味しいアイスを食べました、うん、美味しかったです、ね、映えだったよね。映えだった。可愛かった。高いだけあるわ、うん、本当に高いだけあるわ。思いました、うん、でも美味しかった、うん、今日寒くないよね、うん、ちょうどいいかった、うん、いつも半袖だとちょっと寒いかなって思うけど、ね、今日はそんな。はい、次は26分10秒からします。はいはいはい、いつもさここでショールしてる、うん、うん、いつもしてる。そう、そういえばそう、ブタちゃんがね飼いたい話なんですけどあ、してして。結構前から好きで、うん、今日ユナにもねブタちゃんの可愛さ熱弁したんだけど、急に熱弁してきた。そう、マイクロブタって可愛いんだよ。可愛いんだよ、綺麗好きでね、うん、そうそう、綺麗好きでねって。5、4、3、2、1、はい。めっちゃ綺麗好きで、なんか豚さんってさ、絵に描かれてる時とかってさ、結構なんか汚いイメージがあると思うんですよね、うんうん、多分可愛さももちろんなんだけど、うん、あ、結構ファンの人と当たれた。そう、でもね全然違くて、うん、あのすごく綺麗好きなんですよ。動物の中でもめちゃめちゃ綺麗好きで、うん、だから臭い匂いとか全然なくて、うん、
でマイクロブタは大きくなってもあの子犬ぐらいの大きさにしかならないんです、うん、そうだからめちゃめちゃ飼いやすくていいんだよっていう。でも買うところちゃんと確認しないとそう、なんかそう騙されて普通の豚さんになっちゃうんだって、なっちゃうこともあるから、ちゃんとあの、うん、信頼できるところで購入しないとダメなんですよっていう、うん、出張ではないです。そう今だからとりあえずマイクロ豚の、うん、あのカフェに行きたいです、うん、今あるよねカフェ、うん、あるある。そうあと何でも食べてくれるからねとってもいいんだよ面白いよね。いや本当に買ってほしい、もう本当に買ってほしい本当に買ってほしい、もう今すぐにでも、もうそうだから、でもなんか今すぐは難しいから死ぬまでには買いたいなと思います、うん、もしさ、もし、うん、もしこの家で買えるってなったら買ってる、うん、え、買ってる買ってる、お家に買ってるってこと、うん、お家で買ってる、うん、カゴに入れて、カゴじゃない、ゲージに入れてる、うん、ゲージに入れると思う、うん、そっか、うん、食べないよね、食べない、育てるそう、でも食べるとこれは話してよ、いろいろそうだけど、怠け物が可愛いみたいな、あー好きそう、で、飼ってみたいけど、うん、みたいな、大変そう、大変らしくて、うん、ちょっとしたことでね、うん、ちょっとお亡くなりになっちゃうらしくて、あーそうなんだ、そう難しいみたい、怠け物、そう、そうなんだ、だから難しいみたいな話を、そうなんだ、そういうのもないの、そういう飼ってみたいみたいな、飼ってみたいって思うけど、今もでも普通にペット飼いたいって思うけど、うん、ペットいたら多分お仕事も行きたくないってなっちゃう、もう帰んなきゃ帰んなきゃってなっちゃう、だから人とも遊びに行けないし、うん、かといってさ、そんな人を、まあ人を呼んだとしてもさ、もしかしたら動物のストレスになっちゃってさ、うん、なんか嫌ってなったらさ、そう何もできないから、うん、もう実家で、実家にいるから、うん、実家に帰った時に、うん、わしゃわしゃわしゃ、そう犬猫可愛がってる、ね、飼いたいなと思うけどね、ね、ドボンは次は30分10秒からします。はい、はい、どうぞおしゃべり、おしゃべり、どうぞおしゃべり、カワウソ、カワウソ可愛いよね、可愛いよね、思った、でも TikTok とかよく出てくる、カワウソ飼ってる人、うん、豚の前はカワウソだった、うん、それこそ可愛いよね、泳ぐもんね、うん、顔が可愛いって思う、うん、でなんか言ってると自分がカワウソに見えてきたそうでしょ、鼻、そうでしょ、カワウソに見えてくる、鼻が赤いよね、うん、すごいすぐ赤くなるよね、なんかそっち系なのかな、なんかね今日見るじゃないミユがさイルカに似てるみたいな、そう言われた、そうで確かに哺乳類顔してるよねって話になってるんだけど、なんかファンの方にユーリーさんと私でイルカちゃんズみたいな言われてるみたいな、うん、今日写真撮ったんだけどめっちゃユーリーさん似てて、そう言ったんだよユーリーさん似てるみたいな、似てて、うん、そうそうそう、だからそうイルカ顔だよねって、うん、そうなんですよ、イルカちゃんズって言ってるファンの方がいて、うん、かわいい、確かにそうみたいな、めっちゃイルカの顔してるわ、嘘でしょ、どういうこと、こう出てて、尖ってるけどなんか目がめっちゃここら辺ない、うん、何がイルカなんだろうね、なんか気持ちはわかるみたいな、うん、なんかうん、イルカ結構好きだったから、うん、まあ、イルカ好きだよ、うん、なんだろうね、すごい、でもわかるかも、わかるんだ、可愛い、でもね、うちなんだろう、でも確かにイルカの系統だよとか言ってる人いるね、哺乳類顔だよね哺乳類顔ってなんかファンの方がさ、ドボンで言う直し2人と嘘やってるぞってやってるの、みんなみんなやっちゃってんの、やってる ね、誰がやってるんだ、誰がやってんだ、誰がやってる名前教えてもらう、うん、山本ルカは好きで、好きだよあそこでもイルカちゃんズ分かる人めっちゃいるわ、いるんだ、うん、広めていこう、広めていこう、うん、
でもなんかファンの方々の中でも広まってそうな感じだった、うん、ツイート見た。次32分10秒から。32分10秒ね。はいはい。私猫かな。顔は猫じゃない気がする。のっぺりしてない。なんかタヌキとか。かわいそうって言われたらカワウソに見えてきた。えね、うん、でもあゆちゃんとかやっぱカワウソに似てるっていうじゃん。 あゆちゃんはそうかも、うん、えトムさんはめっちゃミーアキャット。確かに。なんだろう、なんなんだろう、ね、880日。顔は犬。嘘、犬。髪の毛長い時は犬に見えてた。今何、今何かなあ。あ、全員ミューディーだ。ありがとうございます。今はカワウソ。カワウソかな。カワウソ。なんかでもあ、ラッコ。なんか手叩いてそう。ちょっと待って。ちょっと待って、うん、ラッコか。え、ファンの方は、え、なんだと思う。犬顔じゃないって来てるけど、プードルとか。プードルじゃないな、髪の毛。それ確かに髪の毛とかも入ってそう、ね、カワウソっぽい、うん、なんかでもラッコも分かる気がする。すごい、ね、なるちゃんはね、お猿ちゃん。うん、そうだね、うん、可愛いお猿ちゃんだね。なんかそう、可愛いお猿。リス猿とか、なんか似てるお猿さんとさ、可愛いお猿さん。次24分10秒。そう、なんだろう、うさぎ。うさぎではない気がするけど、うん、なんだろう、なんだろうな。言うの、え、でも犬って言われたら確か犬だな。キリンは言われるの。私も昔キリンって言われた。でもうち首長いって言うの。それ顔じゃないよね。ナマズとかどうだって。もういや、もうダメだ。もう悪口だ。それ悪口だ。もうダメだ。悪口だ。うん、そっか。めっちゃめっちゃなんか決めたいね。今日、うん、今日決めちゃおう。今日決めよう。犬は分かるって。でも犬は分かる、うん、でも犬がって多いと思う。多いよね。だから普通ってことなんじゃない。犬飼ってる人多いから似ちゃうんじゃないの。うん、確かに。イチイチ。ランリーはめっちゃ私アルパカ系だと思う。確かにイメージかな。でもリラとナナミって同じ系統だと思う。ちナナミめっちゃアルパカ、ね、アルパカだね。なんでだろう、うん、あんなアルパカに似てる人初めて見た。そう、本当に。本当言うな。トイプードル。トイプードル犬ってことだね。え、でもさ、私さ、チワワに似てるなって思った時ある。うちは、うん、チワワ系、なんか、うん、パッて押したら倒れちゃいそう。パッて。顔でもなんでもない。さっきもなんか言ったよね、そのパッて押したらパタッて、そう、倒れそうって、ね、パグ。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 パグってかわいいやつ。違うかも。違うって、うん、犬側と猫側に分かれるの分かる。うん、猫ではない気がする、うん、猫ではないな。逆に猫側ってどんな人。ひな子とか。あー、うん、確かに猫目だからかな。かも。セイナさん。あ、セイナさん、キツネ。セイナさん、キツネ似てるって言われるじゃん、うん。なんでそんな動物に似るんだろう。なんだろうね、系統とかでやっぱ似ちゃうのか、うん、あ、レッサーパンダ言うな。レッサーパンダ。カピバラはちょっと嬉しくない。レッサーパンダ。レッサーパンダ似てないです か、うん、どうですか。茶色いブラウン系の動物が似てると思う、ね、茶色。ハリネズミか。ハリネズミ。ハリネズミか。なんかもう言われてみれば全部しっくりきてくる。ね、なんか茶色系の動物全部しっかり、ね、茶色系でもなんか感じする、うん、でも、うん、感じする。確かに。あ、めっちゃレインボーありがとう。レッサーパンダ、確かになんかレッサーパンダっぽい。こうしたらレッサーパンダ。ラッコ。やっぱり叩いてそう、うん、ラッコかな。
私ラッコに似てるんですよねって結構パワーワードじゃない？パワーワード、ね、何の動物に似てるってありますか？なかなか、私はよくラッコに似てるってありますね。次37分10秒、はい、はい、でもレッサーパンダ候補だってでしょう、ね、結果タヌキ顔だね。あー、なんかさ、マコさんとかさ、うんうん、ナナさんとか大和ナナさんとか呼ばれてた、うん、コアラ、うん、コアラもなんか、なんかね、癒し系の動物系統、うん、ホワホワしてる、うん、コアラってでも鼻気にならん、うん、鼻が大きいんだよね。めっちゃ鼻大きいからな。鼻大きいの、うん、角度じゃない、角度か。アフリカゾウはもう美味しい、いた、うん、いた名前が下おかわりだった、ごめんね、ごめんね、私でごめんねごめんね、初めて当たったってしてる。本当だ、ありがとう。草生えてる下おかわりだった。あ、クククって思うの、発音がもう、あの韓国語のそう笑いから、うん、ってもんだ。なんかハハハハハハもある。なるほどね。ちょっと FFF ってすごい。フェネック。フェネックってなんだろう。フェネックって何？ね。でも結果そっち系だよ。タヌキ系ってことだよ。うんうん、あ、みんなかか。タタタタもあるんかな。いや大人っぽいな、なんか。てか顔が完成してる見える。私？うん、すっぴんやのに今日。ね、すっぴんだよこれね。で眉毛とあれはしてる。これですっぴんですよ皆さん。してる。私もこれメイクしてこれ。可愛いじゃん。可愛いから、ね、自分の笑った顔とか喋ってる顔好きじゃない。うん、それは自分もそうだから。本当にみんなそうだよ。あのナルシストじゃない以外。あ、中国語も擬音似てるんや。へえ。姉が中国語やってたらしい。あ、ね、そう。なんか言って、なんか発音めっちゃ綺麗だった。喋ってた？うん、喋ってた。いいな。ニーハオとかめっちゃ。うん。可愛い上にも賢いって最高だね。最高。どこ行っても勝てるよね。うん。何人だけど。一番小さいキツネ、あ、フェレットがね、キツネではない気がする。うん、キツネではない、なんかポンって顔してる。うん、タヌキかな、レッサーパンダかな。うん、レッサーパンダ系。だってでも私的にはラッコ。誰か少しなんかラッコとうつの写真なんか比べてほしい一回、ね、なんか何でもいいから、うん、ちょっとじゃあドボン終わったら比べよう、うん、どうしたいんだろう。ラッコって何、どういうポーズしてるかわいい、こういうこと、かわいい、そう、そういうことだと思う、多分お腹いっぱい乗せて叩いてるんで、そうそうそう、かわいい。レッサーパンダかラッコだね、じゃあ。うん、だまんまラッコやんってた。ラッコかな。ラッコはイタチかな。ラッコってさ、うん、本物いる？見たことある？見たことある、動物園でいるの。めっちゃ可愛いよ。これやってるとこ見たこと、水族館とか。うん、かわいいね、ラッコって、うん、これが貝割ってんの、かわいくない？かわいいよ ね、でもお腹の上に貝乗せて叩いて割ってんだよ、かわいい。かわいい、後で調べよう、うん、それこそさ、うん、なんかキャラクターいない？ラッコの、いる、
あつ森にいるよ。誰？あほのぼのさんみたいな。ほのぼのさん。あれラックじゃない？うん。あつ森にもいる。次42分10秒。はい。42分10秒。絶滅危惧種なんだって、ラッコ、うん、え、そうなの？そうなんだ、知らなかった。あ、ほのぼのさんとか言ったけどボノボノさんだった近い近い、ボノボノの、ボノボノさん、水色のやつだよね。あ、そうそう、水色のやつ。え、この前見たの、うん、ボノボノさん、ボノボノ、ボノボノ、ボノボノさん、ボノボノさん見た。ん？4時2分10秒なっちゃった。最悪最悪すぎる。あ、すごい、これなんて書いてあるの、ね、ひなちゃん韓国語読めない。始めたかな、終わったらやろ、うん、最悪なことしてしまった。え、次はだから44分10秒からするね。44分10秒。あ、レインボーありがとう。日本ってそういうのないよね。わらしかわら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 W とか。あ、確かに。でもアメリカの方って W をきっと使わないよね。面白いって。確かに、なんて使うんだろう、ね、アメリカの人って。確かに、確かにアメリカの人が面白いっていう時は何をつけるんだろうね。アメリカの方 W かな。 W なんじゃない？ W W なんじゃない？ロル、ロル、 LOL だって。ああ、ロル？なんて読むの？わかんない、読み方わかんない。え、けど見たことある、確かに。え、じゃ例えばストロベリー LOL ってこと？わら、ストロベリー、ストロベリーわらってこと？急に。確かにそういうことなんかな。そういうこと？あ、じゃあ IOI らしいよ。IOI L じゃないか。L じゃないらしい。大きい I ってこと？ IOI。 え、どういうこと？え、ストロベリー IOI ってこと？え、何？ IOI の人と LOL の人がいる。どっちだ？本当だ。IOL 逆に。あ、でも、あ、見て、ここ書いてある。LOL だ。ラージアウトロード？何それ、何それ。全然見たら違うかも。え、で、どういう時に使うんだろう。でも確かに、英語の文章ってそんななんかあれだね。うん、後につけるとかない。L って読むの？あ、本当に。ごめん。なんなんなん。なんなん。なんなん。知ってる？知ってるよ、うん、めっちゃ見てたよ。ちゃんと見てないけど、あ、ひーちゃん、あのね、歌だけ見てた。プリュのなんか見たら泣いちゃいそうだから見れなかった。プリュ感情移入しちゃって。うん、そう、みんな頑張ってる。友達見てたよ、でも、うん、うん、嬉しいね。最上級に笑うのが LOL ってことなのかな、うん、ってことだよね。なんかでも英文に入るよね、きっと英語は、うん、あ、ごめんね、45分の方が良かったらしい。あ、ごめんね、大丈夫大丈夫。ちょっとでも当たった方もいるからよろしくね、うん、よろしくね、よろしくね、なおさん。次2分後とかかな。分かった。46分10秒とかかな。了解。はい、終わりました。わかりました。はい、終わりました。ゆうなもドボンね、近打ちするね。あの、これがないんだ。そう、あの、2つ端末がないんだ。そう、1個しかなくて、ごめんね。私もちょっと端末そんな持ってなくてですね。そう、ごめんね。そうそう、ごめんね。ねえ、虹すごいね。かわいい。46分10秒。はい。はい。虹ほんとかわいい。うん。ははははは。あ、そう、明日歌コンでます。ぜひご覧ください。います。はい。何時から ?6 時とか。何時からだったっけ？ちょっと詳細は Twitter 見てみてください。はい。3、2、1、スタート。そう、ミユにいつも言うんだけど、私ミユがテレビ出てて踊ってると泣きそうになるっていつも言うんだよね。本当に、なんでだろうって。そ
そう、でもなんかテレビで見てるとね悲しくなるんだよね、うん、そうらしいです。いろんな意味でね、うん、感動もするし、うん、かっこいいし遠く行っちゃうみたいな。そう、でもミユがなんかすごいテレビの人っていう感じがしちゃうんだよね。らしいんですよ。でもこうやっているのもなんか夢なんですかね。だからファンみたいになっちゃう。そうなんかね、一人のファンみたいになっちゃうね。ミューディー。だからファンの方の気持ちが一番わかるじゃない。うん、ミューディーです。ね、ミューディーだ、うん。でも全メンバーでなってるから、うん、DD です。DD じゃないです。ミューディーディー。ミューディーディー。ミューディーディー。でも最近本当にミュート喋るようになったからより、うん、本当にそう思うかも。すごい最近ね時間が増えましたよね。本当に一気に増えたよね。距離もめちゃくちゃ縮まったし、うん、そう、うん、電話とかもね、ね、もはや隠し事ないんじゃないかっていう、うん、結構いろいろ話せてます。そうなんです、ね、ね、ね、これでもね誕生日近いからさ、うん、あ、そうそう、確かに4日違い4日違いとか年齢は、うん、1つ上だけど、けど本当4日、私が早く生まれてたら多分同い年だった。でも逆にうち遅く生まれる予定だったから、うん、あ、本当に早く生まれてきちゃった。パカーンパカーンパカーンってしちゃった。本当は4月に生まれる予定だったから。私本当は3月だったんだよ。本当逆だから逆だったんだ。3月にパカーンしちゃった。そう、でもどっちにしろさ近かったんだね。ね、確かに。次49分10秒から。はい。はい。そう。でもさ、なんかセリとリラとユーナと4人でよく集まるじゃん。うんうん、集まってた？最近集まれてないけど、うん、集まってたからなんか仲いいメンバーで、うん、誕生日近いからいいよね。そうなんだよね。確かに。そう、誕生日会とかね。うん。今年でもまだできてないよね。そうな、なんかね、そう自粛とかやっぱあって、ね、そう約束はするんだけど、うん、なかなかできてない。コロナ前は、うん、コロナになる前はホテルで本当に集まってたよね、うん、そう集まってハッピーバースデーみたいな、ね、プラスルカで、うん、本当に本当にマジめっちゃ集まってたと思う。3、2、1、はい、もう本当に集まってたね。ホテルの近くでみんなでご飯食べたりとかもしたし、うん、したした。ケーキ作った時もあった。あった、ね、懐かしい。してました、うん、でも今ね東京にみんないるから、ね、そう集まりやすいけど、ね、集まりやすいけど集まってないよね。そう、でも4人でやりたいって言ってることいっぱいあるよね。そうだよ。え、でも前さ私ん家でたこ焼きパーティーしなかった、うん、したここでやった。ちょうどそう、でもめっちゃ硬いやつができちゃった。ベビーカステラのたこ焼きみたいな、うん、そう分量間違っちゃったんだよね。そう懐かしいな。懐いね、うん、そうだね。うわー、なんか広告開いちゃった。広告開いちゃった。いや、私とセリカが同い年で、うん、ミユとリラが同い年です。でも誕生日は近い。そう。次51分10秒から。そうなんですよね。リラがもう丸々1年違うって感じか。え、そう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 、違うだよね、うんうん、本当だからリラね、ほぼほぼ同い年、うん、同い年ではあるんだけど、ほぼほぼ1年、ほぼほぼ1年みんなとね、うん、違う、不思議な感じね。もうそう、リラがさ、うん、卒業しちゃったじゃん、うん、いわゆる4人の中で最年少が。確かに卒業したけども、うん、早いなね、うん、成人式は違いますね。5、4、3、2、1。リラがまだいたら来年一緒だったよね、多分私が、うん、そうだね、一緒に成人式だったんですけど、うん、そっか、みゆ成人式まだなのか。そうなの、そうなの、
来年の1月。そっか。な、虹。ありがとう。虹。鬼滅見た？昨日。鬼滅？昨日見てない。え、録画してる。おお。録画してるよ。見たんだけどね。うん。なんかちゃんと見れてないんだ。見たって言いつつ。でもさ今日さ、うん、あの舞台見る前さ鬼滅見ながら来てて、ね、あ、そう、鬼滅見ながら来たなんかそう、うん、その流してたの昨日一応、うん、そのあのもう入ってたからその、うん、サブスク、うんうん、に入ってたから流してたんだけどさ、うん、ちゃんと見れてなくて、うん、でなんか見たくなっちゃって鬼滅だね。そう一からでも十何話くらいから見始めたんだけどちょうど多分、うん、見ながら来ました。そう見ながら来てましたで10話ぐらいから見てどのくらいまで見れたの？昨日の夜から見て。え、すごい。そうあ、だから遅くに連絡。そうそうそう16とか17とか。え、結構いってる、うん、全部で20何話だっけ。うん、今のところ。じゃあ26話くらい、うん、さっきみゆのオプソーって来てた。なんてみゆちゃんいないみたいな。ごめんオプソーって言うの。ごめん皆さん、ごめん。みゆ、日本の方もごめんね。みゆオプソー、みゆオプソー、みゆオプソー、みゆオプソー。あ、ありがとう虹。すごいナチュラルね、もう韓国語が話せるのいいな、うん、でも私話せる単語少ないので。ほんと？次54分10秒から、はい、そう、なんか読めるけど、うん、意味全然分かってないから、うん、え、でも、うん、読めるっちゃ読めるんだ。そう、読めるのは読めるけど、うん、意味知らずに読んじゃうから、うん、なんか例えばなんかバカとか、うん、そういう悪口でも普通に読めちゃうっていう。あ、なるほどね韓国語上手くなってるって。でもね、本当に嬉しい。多分あれかな、習ってから、ありがとう、習ってから時間経ったからなんか浸透してきてんのかも。え、めっちゃ虹なんだけど。すごいすごい。ありがとう。いいなぁ。外国語喋れる人いいなぁ。本当に？外国語喋りたい。でも、アベメ見てたらそう思うわ。うん。なんか大人になってからいろいろあれしたい、これしたいとか、なんか勉強したいって。2、1、えい。大人になってから分かるよね、うん、なんか勉強したくなっちゃった。もう親が勉強はしときなさいそうみたいな言うじゃん、うん、言われなかった、うち言われなかったからた、そう、逆になんかそれに甘えすぎたかも。あ、ね、それでいいって思っちゃったから。そうだから、なんか落ち着いたらね勉強したいなって思う、うん、でも遅くないと思う、ね、でもなんかもう21歳ってなんかねちょっとビビっちゃったね。もうちょっとで21歳だよっていう。そう、だってユーナが21歳になった、私もすぐ21歳なんですよ。4日後には21歳だよ。だからほぼほぼ同い年だから、うん、なんか危機感も同じ、ね、そうだねみたいな。21歳じゃん、びっくり、早い。びっくりだよ。でもみんなそうやって年取っていくんだよね。ね、もう何歳ってなるんだね。の先輩だもんね。うん。うわ。確かに。びっくりだよ。びっくりだよ。びっくりだよ。もう10歳には戻れないんだって思う。ね、なんか20歳ってさ、なんかギリギリじゃん。10代終わって、うん、これからみたいな感じだからさ、全然全然変わんなかったなーって感覚だったけど、20歳になったらなんか、え、そろそろ自覚持たないとなーみたいな、また変わってきた、うん、次ご、あ、56分10秒から行きたいけどみんな無理かな。どうだろう、心だけは10代でいいよ、うん。でもなんかまだ若いと思ってたけど、やっぱね、いざ若者に会うと、いるよ、56分10秒からやるね、私若くないのかなって。あ、結構当たった。当たってる、当たってる。3分の2がミューディー。でもこの前ね、
全員ミューディーだったずっと。それもそれですごいね。この時間でも結構当たりにくくない？え、そうそうそう。9時とか9時だよね。だって9時台。9時台やからゴールデンタイム。今日はね9時からちょうどできるなって思ったから、うん、ゴールデンタイムじゃん、うん、でちょうどできるなって思ったからドボン配信してます、うん、絶好のチャンスじゃんね。絶好のチャンス、うん、メールまだ送ってないので次で最後にしようかな。はよ、へいへいへい。いや人生長いのかな。まだまだ長いと思う。でも人によるんじゃない、うん、それはいろんな人がいるじゃん。そうだね。そうだね。今日もこの話したんだよ。本当に人間っていろんな人がいるよねっていう話。そうそうそう。でも自分は自分だよねっていう。うん。そう。私は私。本当にそう。え、57分だって。やば。57分。じゃあラストバトルしてメール書きたいと思います。次はラストね。メールはゆなちゃん明日送ります。58分10秒ラストです。なんかメールのやつね、なんか事務所とかにもいらない。うんね、私たちはまあ10時までです。メール料は、はい、10時までです。1、なんかミスってる、なんかミスってるよ。ごめんね。最悪。そりゃいないよね。大丈夫、貢献するよ。ポイントとして、うん、みんなとは当たれなかったけど。ちゃんとできた。おーいって。Oh my god。Oh my god。テンパった。泣いてるよ。ごめんね、本当に。でもフェイントしてる人もいるから、うん、オプソーってそうですよ ね、 ね、オプソーオプソ ー、 オプソー、今日覚えた言葉、オプソー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 くれよゆうちゃんの友達はみんな可愛いですね。だって、うん、そうなの、みんな可愛いの自慢です。ゆうちゃんの友達、あ、うちのこと、え、そうだよ、ありがとう、うん、え、どういうこと、ゆうちゃんのお友達、よくみゆちゃんのお友達ってでしょ、来たからアニョハセヨユナイマンダーユナイマカムサマリダありがとうございますカムサマリダ。そうね、10時終わってもちょっとメール一旦書くけど、うん、10時過ぎても2、3回しよっかなって思います。あーゴールデンタイム悲しい、終わっちゃう、やばい、メール書かないと。アンニョンハセヨー、アンニョンハセヨー、いっぱい来た韓国語、アンニョンハセヨー、おっぱおっぱいつもいつも言う、おっぱ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 、アンニョンハセヨー、アンニョンハセヨー、おっぱおっぱ、おにさん、おにさん、おっぱおっぱ、おにさん、おにさん、おっぱおっぱ、おにさん、おにさん、おにさん、面白いんでしょ、おにおにおには何、お姉ちゃん、おに、おにおにおにおっぱおっぱ、おっぱおっぱって言ったらいつも笑ってくれる、みんな面白いの。いや違う、照れるんじゃない、そうなの、おにはせおっぱおっぱって言われちゃう、おにも欲しがってると思うよ、おにおにおにおっぱ、おにおっぱ、おにおっぱ、おっぱ、早口言葉みたいな。そう、おっぱの発音が好きだから言ってるだけ。おっぱおっぱ。なるちゃんも韓国語習いたいって。全然教えるよ。習いたい。開いて授業。でもひーちゃんの方が絶対分かってるから発音だけやろうかな。ひーに習ったよ、なんか習った、うん、なんだっけな、忘れちゃったけど、何忘れてないじゃん、分かる、忘れちゃうんだよね、韓国語って忘れちゃうんだよ、
かる。私もこの前なんかさ、うん、もらう送ってもらうみたいな、うん、あで違うわ、もらう、うん、もらうパダスンだっけ、うん、なんか全然覚えてないじゃん今、うん、こうやってパダスン全然覚えてないです。そう、韓国語のうち仕組みが分かんないんだもん。まだえ日本語と一緒なんだよって言うよね、うん、英語難しいじゃん。これがなんか一緒なんだよね。うん、なんか文字の並び方が一緒、うん、単語の並び方が一緒なんですよ、うん、って言うよね。そうしましたやったら、うん、なんかスニーダーで、うん、ですが得よとか、うん、なんか日本語と似てるところが多い、うん、だよ。頑張ればいけそうだね。めっちゃ頑張ったけど英語は私無理やった。なんか英語できない、うちも言葉の順番、並び替えわかんない、そう並び替えがわかんなくてなんでみんなできんのって思いながら、私もわかんない、過ごしてた。すごいなって、ね、そう、うん、そうなんですよね。めっちゃ並び替えで断念しちゃってる、うん、そうでも韓国語は一緒。そうだった今日はだったら今日のあおぬるんみたいな、ご飯食べました、うん、そのまんまなんだ。そうもごっそよみたいな、もごっそよもごっそよみたいな、すごい簡単だって思う、うん、でもこと頭の回転早くないと難しいなって思う、うん、難しいところもあるけど英語に比べたら全然もごっそよもごっそよ食べましたもごっすよもごっすよ食べました今日もごっすよ食べました食べました食べました。そっか、うん、すごい合ってるのかなって。合ってますか。ペゴパヨお腹すきました。ペゴパヨ、うん、ペがお腹、ペがお腹、ペがお腹、ゴッパヨがすいた、ゴッパヨがすいたなんかな、うん、ペがもう、ペがお腹なんだ。そう、ペゴパヨ、うん、ペブロヨとか。パーフェクトだって。やったパーフェクト。ペブロヨがお腹いっぱい、うん、ペグロヨペゴッパヨ、ペゴッパヨ、ペブロヨ、ペブロヨ、ペブロヨ、ペゴッパヨ面白い。ペグロヨ、ペゴッパヨおっぱペグロヨ、ペグったよ何言ってんの発音が可愛いですだって。およかった、可愛いんだ。だって多分日本人でいう、うん、の海外の方が、うん、なんかよろしくお願いしますって言ってる感じまずい、そっか恥ずかしいな、お腹ちゅいたみたいな、そういうこと恥ずかしいな、そういうことか、おにゃかいっぱいとか、おにゃかいっぱいみたいな。そっか、うん、だね。でも本当知ってる単語が少なすぎて、ひーちゃんの授業、ひーちゃんの授業受けたいね。やってほしい、うん、ね、韓国語開いてほしい、韓国語講座、ね、それがやってほしいですね。そうなんですよね、そう海外の方が、うん、ね、で韓国の方つが言えないかったりする。つ、つ、そうなんだ。なんか韓国語の発音につってないんだって。そうなんだ、 だからチュってなっちゃう。かわいい。そう、みつきとかもみちゅき、うん、そうなんだ、そう、かわいい、かわいいよね。そうなんだ、つってないんだ、す、うん、とか、うん、つって発音みたいな、うん、つがないから。そうなんだ聞いてね、バキーのと聞いて話しちゃうんだよね、足の足の関節、そんななんだよ、めっちゃなるんだよね、ポキしか言わない。そう、ほんと骨削れてそう
左だけめっちゃ鳴る。バイバイ中期骨削ないで骨削ないで覚えさせよわかんないけど可愛い。ポポって中ポポ中キスみたいな。ポポヘジュセヨ、ヘジュセヨしてください。そうなんだ。可愛い。ポポ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 。ポポあもううちか韓国語苦手だわ。でも韓国のさ、うん、アイドルの方とかさ、うん、名前一向に覚えられないの。やば。うん。なんかごちゃごちゃしちゃう。わかるそれ、うん、なんか多分しょうがないよね。国が違うから名前も違うもんね、うん、でも私覚えれるようになった最近。うん、なんとかニョンって多くない？韓国の人チョウワンとかニョンニョンねねねねねねダヒョンとか、うん、多い。確かに、ね、うん。で友達も、うん、あ違うか、ヨンスとかさ、うん、おそういう系でもパターンあるなって思った、うん、日本でいうなんかナコのなんか子がつく感じとか、はいはい、パターンはあるなって。思いましたね。めっちゃ虹ありがとう、はい、ありがとう。そうなんだ。発音良くなったね多分って言うとよかった、うん、またよかった。いつもあれ言うのはショールームでどういうこと話してんの？基本食べてる。でもなんかね、うん、昨日その友達と電話してて、うん、なんかショールーム見てると、うん、あんた食べる、なんか友達がね、あんた食べるのいいけど咀嚼する回数マジで少ないよって言われて、なんか可愛いもの作って食べてるはずなのに、オムライスとかね、まあラーメンはまた別として、咀嚼する回数マジで少ないよみたいなって言われてて、昨日その電話してる時にラーメン食べたんだけど、一口で10回も噛んでなくて、えやばね、なんでと思って恥ずかしかった。可愛い。でも基本食べてると思う。なんか一人でご飯食べるの嫌いで、うん、嫌いというか寂しくて、うん、だから一緒にみんなと食べてるっていう気分になりたくて食べてるかも大体ね。なんかありがとう、うん、ありがとう6回やったら5、6、30回やん、うん、っていうなんか咀嚼音増やすやつは見たことある、ね、ありがとうありがとうでも絶対噛んだ方がいいからさ、唱えながらそのありがとうありがとうで噛んだら、うん、6回言ったら30回、うん、確かに、6回も言えない6回も言えない。試すわ今度、うん、かな。基本食べてる本当に。ショールームの時、うん、ほぼ。あそっかショールームの時そうだ、うん、あとは何喋ってるんだろう、うん、特に麺類噛まない、うん麺で噛まない、飲み込んじゃう。よくわかってる。でも食べるの早いよね。早い。そういうことか、うん、じゃあ私もさ咀嚼するのさ少ないのかな。私も早くない。だってユーナと同じくらいに食べ終わるんですよ、うん、大体食べるタイミング、食べ終わるタイミングが一緒だから、うん、確かに早いってこと。そう早いってことかも、うん、あ、ドボン始めちゃった。ちょっと待って、あ、始めちゃった。あ、始めちゃった。そう、カレーは飲み物はあるけど、ね、ラーメン飲み物やばいねすごい。でもうどんさ噛まない人いない？あいるね。いるね、うん、すごい。うん、悩み事、うん、たまに悩み事、みんなの相談受けたりとか、そう、なんかありま
ますか？千日気になる相談？うん、相談か。なんかありますか？風。相談か。うん、なんか、はい、沈黙が続いた時とかってどうやって切り抜けてますか？はい、私もやっぱり沈黙が結構苦手なので、うん、そういう時は誰でも。なんか参加しやすい話をしますね、うん、だからドラマどうとか、うん、この食べ物どうとか、うん、まあ、今日の服どうかなとか、うん、言ってますか、はい、あ私もでも結構沈黙苦手なので、うん、はい、でも一番はなんかドラマとか、うん、なんかテレビ見たとか、うん、この TikTok 面白くない、うん、とかですね。あ、盛り上がりますか、はい、割とね、ナチュラルに。なるほど、はい、かな。難しいですよね、でも沈黙って。そう、難しいんですよね。なんかどうしたらいいんだろうみたいな感じになる。でも沈黙になったらさ、うん、向こうも別に喋んなくてもいいのかなって感じ取っちゃうから。なんかいつも一緒にいる人は沈黙でも、うん、まあまあ、ね、まあまあまあ、まあ、みたいな思うんですけど、初めての方とかね、ちょっとドキドキ。確かに緊張しちゃう、人見知りしちゃうよね。しちゃうんですよ。確かに。あ、どうもされました。どうも。どうも。あとはなんかドラマ私とか、最近はバックナンバーさんとイクラブさんがすごい好きだから、うん、イクラブさんの話でめっちゃ盛り上がる、ね、うん、ずっと喋ってるよね。わかる、めっちゃしてます、イクラブさんの話。写真とかもね、これかわいいね、そう、送り合ってるんですよ。とか動画とかも、うん、送り合ってます。この動画かわいいとか、うん、じゃあ次私ね、24分10秒から一旦始めて、はい、3回ぐらいしたら終わるかな、うん、はいはい、14分10秒です。メイク配信もよくするかも。おー、なんか基本喋ってないと、うん、寂しい。そうだからメイクしながら喋ってたりとか、準備しながら喋ってたりとかかな。うーん、じゃあファンの方なんか嬉しいね。うん、本当に日常送ってるかも。何かしながら配信してる。うん、頭疲れそう疲れないよ私多分それができないから、うん、あ、全然ミュージーの方いなかった、悲しい悲しい。私全然そういうのができないから、うん、ドボン配信の時もすごいパニクってる、うん、うん、一人で沈黙、うん、好きじゃない。何かしら音楽とか、あ、絶対テレビつけてる。おー、すごいすごい。あ、何分からするのかがわからない。ごめん、さっきさらっと言ったからかな。ごめんね、もう一回言うね次は言うね、 2,3 回言うわ。 2,3 回足りなかったら10回くらい言うわ、うん、ランちゃん、ミュウちゃんが頭くっつけてきたときキュンってしたって、え、今日の公園で言ってたって。え、かわいいかわいい、やばい、かわいい。そう、ランちゃんのタンプレ、皆さん何かあったらいいと思いますか、すごく、うん、待って、ドボン始めちゃった、ちょっと切るわなんかよくわかってない、ランちゃんね。いや、本当にかわいいよね。高2？うん、高2。え、来年高3かな。うーん、高校生って今何が欲しいんだろう、気づいたら自分が高校生じゃないことが怖いな、うん、確かに。この前まで高校生だったし。次17分10秒、17分10秒、はい、します。でもランちゃん可愛いものが好き。あ、そうなんだ。シナモンロールとか。あ、いいね。そう、あと何が好きなのかな、
でも多分可愛い系サンリオとか絶対好きだと思うので、あーいい、でもサンリオもらったらめっちゃ嬉しい、この年でも、ね、だからサンリオ系のものをあげるのとかありかも、うん、あるかな、ありあるかな、ありかな、あり全然、うち今もらって嬉しいもん、うん、やっぱ自分で買わないから意外とサンリオのものって、そっか、うん、そう17分10秒です、はい、17分10秒、はい、次は一緒になれますようにみんなと願う。ねえ今の高校生の流行りってなんだろう、3年前だよ、怖い怖いよ、あっという間すぎて、ねえ4、3、2、1スタート。みーはまだ2年前か、いたでも3人中2人ですね、うん、よろしくお願いします、お願いしまんま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 、どうしたし、どういたし、あ、無理だった忘れちゃった、どういたしましどういたしましまろ、どういたしまじろう、アウト何流行ってた高校の時、何流行って高校の時か、それこそタピオカじゃない、なんかもう時代だよね、もう時代、でも山口県のさ高校時代タピオカなかったんやけど、岐阜もなかった、話憧れるだけでした、うん、頑張ってスタバかなスタバあり、うん、かなだね、あらちゃん高3じゃないって、高 3？ あれもう高3か、うん、うん、里根とかと同じ、え嘘、一つ下抜きだった、ピナちゃんと同じ、うん、ピナちゃんと同い年ぐらいの感覚だったな、ピナちゃん高3だよ、あ、じゃあピナさん、ピナちゃんじゃないわ、1個下？ 1 個下だった気がした、え、今18だって、ええ高3じゃん、高3か、あちゃあちゃ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 、高3か、次20分10秒からしますね、20分10秒ね、はい、これでラストにしたいと思います、え、2回しかやってない、あ、でも3回目か、うん、20分10秒からします、ラストだから、え、次本当にテンパらないように頑張る、うん、落ち着いてね、うん、落ち着いていきたいと思います、あ、真中と一緒だったら高3だわ、じゃあらっちゃん高3か、真中もまだ高 3？ そう、それに驚いてるわ、え、私真中さ、もう20歳ぐらい行ってる、いや、行ってる感覚だよね、喋り方と喋り方とあの性格はあれ20歳行ってるわ、うん、しっかりしすぎててマジうち同い年感覚だもん、え、そうだよね、話してたらそういう感覚になるんだよね、うん、めっちゃ気合う、うち多分真中と合いそう、うん、くるみはそれの一個下かな、こう、あれ高 2？ え、高1じゃない、くるみ高1だよ、え、くるるんと真中って同い年じゃない、違うよ、やばい、くるみとれいちゃんが同い年だから高 1？ え、やばい、高 1？ かな、え、違うよ、え、高1とかじゃない、あれ高 2？ レイちゃんだって多分高1ではないけど、高2か、喋ってるとダメだね、そう喋ってるとダメだね、気が、あ、誰もいない、高2だってくるのに誰もいない、もう一回やるなもう一回やるしかないか、くるみ高2だわ、終わったらもう一回やるね、ラストはちょっとさすがにみんなと一緒にやりたいじゃん、ね、くるるん1下だって、だからそっか、高2は高2はかくるみはか、え、真中とくるるんってさ、ね、なんかセットっていう、ね、そうイメージがありすぎて、うん、そっか、高校時代どこに行ったんだろう、いずこ、いずこへ、いずこへ、じゃあ高校の時の、うん、思い出何かありますか、高校の時の思い出、高校の時か、なんか高1でめっちゃ楽しんだ感じ、高1高2の、うん、あのプロデュース前、うんうん、あプロデュースだよ、ね、でもで、はい、はい、一番の思い出は、はい、プロデュース終わって、うん、
で友達とか見てくれてる人いて、うん、でね部活入ってたのなんか一応、うん、でその部活のメンバーと仲良かったんだけど、うん、そのメンバーがねサプライズでカラオケルームで、うん、カラオケルームカラオケでカラオケ行こうってなって、うん、で行ったらサプライズでお祝いしてくれた、うん、おめでとうお疲れと、うん、そうぷよお疲れっていう2つでいい友達そうなの優しい友達なかなか学校行けてなかったから久しぶりに会ってそうサプライズしてくれてね、うん、すごく嬉しかった そうインスタに上げてたんですよね見た見たそうめっちゃ嬉しかったいいねでもそしたらケーキのろうそくが鼻に刺さってるように見えたらしくて、うん、写真の角度でフォトショックだったけど、うん、刺さってないよすごいいい思いで高校の意味でそういうサプライズとか初めてすぎて、うん、やっぱサプライズって嬉しいよね嬉しい なかなかしてもらえるものでもないし、うん関係値が深いほど嬉しいよねサプライズって嬉しいそういいですね覚えてる覚えてる、うん、そうサプライズとかってなんか高校ならではっていう、うん確かに中学はまだちょっとね、うん、あんまないですじゃあラストは24分10秒からしますはい今日いつも以上に配信してると思ういつも1時間きっちりでね、うん、終わるのきっちりじゃないかちょっと早めに終わってるか、うん、いっぱいやってるねうんいっぱいやってるゆうながいるおかげありがとううん卒業式とかの思い出中学は泣いたな中学泣いた、うん、中学泣いた高校はここね1ミリたりと思ってなかった高校でも高校なんかむしろ行ってないかな、うん、あそっかそうなるんか、うん、高校の時って何があった時だろうあでもエイトのイベントとかうんうんなんかあと20秒だけ劇場めっちゃ出てたから多分なるほどそうでもユナって一生 JK ってイメージほんと10 9 8 7 6 5 4 3 2 1はいえおかしくない一人もいないんだなんで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 当たらなかったでも私悪くないもんね最後はね、うん、ちゃんと時間通りやったから悲しいもうラストにしますしょうがないもう頑張ったね私がちょっとずれてたのかなお疲れ様でした今日いっぱいやったもんねうんいっぱいいっぱい、うん、ありがとうございました1時間以上やってるよじゃあ確かに、ね、現実は厳しい、うん、タイムズ使ってましたタイムズ、うん、タイムズってやつ、うん、この電波時計、うんうんうん、そうズレが少ないかなということで、うん、大事ですそうみんな使ってたタイムズそう多分みんなに使ったらね合うかなと思って、うん、前回のめちゃめちゃ合ったやつがさ嘘のように今回は結構ダメでしたダメでした私の集中力がダメだったのかそんなことね。なるね。ゆうちょ頑張ってた。どうしたの？ゆうちょ頑張ってたよ。大丈夫。赤ちゃん赤ちゃん帰りしてるよ。ゆうちょ頑張ってたよ。ありがとう。またやるもんね、ドボン。うん、またやるよ。うん、はい。じゃ今日はドボン配信終わりたいと思います。ありがとうございました。切り替えおもろい。切り替えおもろい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあランキングアップに行きたいと思います。よかった。はい。じゃあみゆが読んだら読もうかな、うん、私100位まで読んじゃうよ本当にいいよ楽しみにしてる楽しみにされても、うん、じゃあ登壇してることだからまず読みますね永遠にしなおしさん10歳おめでとうございますおめでとうそして12位がアデノシンさん12位おめでとうございます
おめでとう。そして11位がミュウのおでこの彼女シリーちゃん、ユイちゃんおめでとうございます。おでこ。おでこ。酔ってる大丈夫。10位が和田さん、10位おめでとうございます。おめでとうございます。そして9位がみやみさん、9位おめでとうございます。タオ。そして8位がピールケーさん、8位おめでとうございます。おめでとう。そして7位がゆうゆうさん、7位おめでとうございます。タオ。そして6位がジアリングさん、6位おめでとうございます。そして5位がヌコッパ、おいちゅっかよ。そして4位がホイホイさん、4位おめでとうございます。そして3位が4位に、サミちゅっかよ。そして2位がリムさん、ゆうちゅっかよ。はい、そして1位がポクレンパサランさん、1位おめでとうございます。おめでとうございます。拍手。はい、じゃあ10円から読んでいきます。ザゼロさん、タデの勇者鑑賞中さん、ウィンバディさん、カラダニピースさん、ハスキーさん、クックさん、プレッシー、アスラーヒデちゃん、クラッシングさん、ヒヨパンさん、XD さん、ヒデジロさん、科学先生シチェンジ DC、 ナンナー48さん、ヒロさん、トットシー、テオネオさん、最高のフィナーレをし、フィンド 4B さん、トッシージャケンさん、コスタスミューシー、ヘギョンにミキトさん、タカさん、ジョーさん、シマヤンさん、KITT さん、クラウドキューティーさん、ゴールド888さん、最後のシシャモさん、ワッフルさん、ココンにグリフォンさん、ミッチーさん、加藤 BB さん、ファワジーさん、AK さん、ケンシンさん、メタルピーチさん、タカナさん、マイさん、ピンクママさん、ラブリーさん、ケンさん、井上義弘さん、ヒラリーヒラリー、めくりめくるさん、ねちゃん、タイさん、松ぼっくりさん、クッキー、キクリンさん、ピーちゃん、コウさん、シルバーさん、いつもし、あやかんちゃん、ぐんちゃん、やまちゃん、とも毎日プレイしましょうさん、はい、ヨトシさん、鉄道好きコナンさん、K ハッピー11さん、ブヌナケさん、ビジナッチシー、チヨチヨさん、ネモハムルーマーさん、ローソンジさん、フロストさん、フッちゃん、カックン、タロウちゃん、タックン、プー隊長さん、タマクニさん、上を向いて福丸さん、スティッチラブさん、イケアライさん、KYS さん、トッキンさん、サガツメガネさん、キツネロックさん、エイクさん、サンタ花道さん、フーさん、ミューラブさん、コウトキさん、ソウスケさん、ソウスケさん、ヤスケさん、シンちゃん、ヤスケさん、わかんねえ、わかんねえ。はい、今日はありがとうございました。100位に入ってない皆さんも、入ってる皆さんも本当に見てくださってありがとうございます。すごい、1万人来そうだよ。え、すごい、イエイ。あと800人。いや、すごいすごいすごいよ。なんかミューのさ、今のさ、ランキング全部早口言葉で聞こえてすごかった、うんうん、やった、うん、え、内容入ってきた、うん、すごかった。科学先生さん、多分ありがとうございます。ございましたわ。じゃあスクショタイムだね。いきますね、うん、はい、チーズ、うん、ありがとうございます。じゃあすごい、ポーズ、カシャ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 、ない、カシャ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 、はい、ありがとうございます。ありがとう。じゃあどうぞ。はい、じゃあランキング読みます。私は13位までです。、13位秋彦さん、12位さだびさん、11位中心アットマーク、長野生理科、生理科おす神おじさん、10位まじわなちゃん、9位ラピスさん、8位中心アットマーク、超大盛りうなとり丼さん、7位ライさん、ゆうなみうおやすみさん、6位お豆アットマーク道民さん、5位 TK トンクラットマークタイのナトリドンさん、4位タカアットマークエイトウシさん、3位 YK アットマークラッコタン、かわいいウインクの日、プク顔でチュセヨ、チュセヨって何ください、うん、はい、2位リンゴリンガリンゲストさん、そして1位がユーナのワイフさんです。ありがとうございました。ありがとう、今日も見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。また明日、また明日ね。おやすみなさーい。おやすみなさーい。バイバーイ。